お日様も笑顔でとっても気持ちがいいわ。カノーは行きたいところあるかしら。どこでも案内するわよ。そうだね、ハピハピ島の楽しい場所に連れて行ってもらえると嬉しいな。それなら任せて。ハピハピ島には楽しいことやワクワクすることがいいには。素敵なお花や美味しい果物があるの。果物？食べていいの？もちろんよ。ただ高いところにあるから自分じゃ取れないの。え、じゃあどうやって食べるの？それがね、食べたいなと思うと不思議と果物が落ちてくるのよ。化石を発見したってニュースになってなかった？あら、マリナも
こ知ってるのね。そうなの。それがきっかけで恐竜さんのことがもっと知りたくなったのよ。なるほどね。でもどうして化石なんて見つけられたの？化石の場所が宝の地図に書いてあったのよ。え？宝の地図？どういうこと？それじゃ詳しく説明するわね。冒険。現実離れしててピンとこないけど、休みの日にすごいことしてるんだね。冒険ってとっても楽しいの。マリナたちはしたことある？ないかな。それなら冒険に出かけた方がいいわ。冒険すると世界には自分が知らない素敵なものがあるってわかるのよ。出会ったことのない景色や生き物、それに美味しい食べ物なんか見つかるかもしれないわ。自分が知らない素敵なものか。確かにそういうものに出会えたら感動するよね。なんだかそういう話を聞いちゃうと、私も行ったことのないところに行ってみたくなるな。きっと楽しい冒険になると思うわ。新しい何かを探すのってとってもワクワクするもの。私ももっともっといろいろな場所を冒険したいわ。心ちゃんは行ってみたい場所ってあるの？そうね、南極はまだ行ったことないから行ってみたいわ。ペンギンさんと一緒に雪合戦をしたら楽しいと思わない？それと海の底もまだ行ったことがないわね。どんな世界かわからないけど素敵なものが待ってる気がするの。それからあとは行ってみたい場所たくさんあるみたいだね。世界にはまだまだ知らない場所がたくさんあるもの。ハロハピのみんなと一緒に楽しいことたくさんしたいわ。あなたたちも行きたくなったら一緒に行きましょう。冒険の仲間は大歓迎よ。